朗読劇私の頭の中の消しゴムに出演させていただきます、市川由衣です。私はこの作品が大好きなんですけど、今回前回に引き続き出演させていただけるということで、とっても楽しみですし、またさらに、精一杯ハオルを行きたいなと思います。前回見られた方も今回初めて見られる方も、もう必ず楽しんでいただけるというか、涙して感情揺さぶられる朗読劇になるように頑張りますので、ぜひ来てください。よろしくお願いします。バイ。